こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回は音数を変えたリズムトレーニングをやっていきたいと思います。前に、4分音符、8分音符、8分音符の裏、それと16分音符、4種類のリズムで、リズムトレーニングを行っていったんですが、それと同じようなことを、今回はメトロノームを、8分音符の裏側に聞いて、合わせていくという、結構ドラムだけじゃなくても他の楽器でも、結構多くやっていく、リズムトレーニングになります。最初はすごくこう裏で取るだけでもすごく難しいと思うんですが、慣れてきたらその裏で聞いて表で合わせるっていう感覚が、養われてくるかと思うので、しっかりとここは、やっぱり毎日毎日、トレーニングを積んでもらって、その裏でも取れるようにトレーニングしていってください。では、早速始めていきたいと思います。ではまずバスドラムを四分音符で入れていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度入れていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度入れていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。しっかり拍を感じながらもう一度いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ではバスドラムを四分音符で2小節踏んだ後、手もつけていきましょう。手も2小節叩いていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。しっかりと四分音符を感じていきましょう。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。次に手を八分音符で叩いていきましょう。すべて手順は右手で叩いていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
そうです。もう一度行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。では次に8分音符の裏で叩いていきましょう。こちらも右手で叩いていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。しっかり拍を感じながら叩いていきましょう。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。では次に16分音符で入れていってみましょう。手順は右左右左で叩いていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。しっかりと四分音符を感じながら叩いていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。では次に今の4種類のリズムを続けて叩いていきましょう。ではいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。音符の裏。16分音符。バスドラムに戻ります。はい、もう一度いきます。しっかり四分音符を感じながら叩いていきましょう。もう一度戻ります。8分音符。もう一度バスドラムに戻ります。手は8分音符の裏側。もう一度バスドラムに戻ります。手は16分音符。そう、もう一度繰り返していきます。音符。し
っかりと拍を感じながら叩いていきましょう。8分音符。そう、バスドラムを意識しながら8分音符の裏。では16分音符。では次にバスドラム四分音符から手は四分音符、八分音符、八分音符の裏、十六分音符、この4種類を続けて叩いていきましょう。2小節ずつ叩いていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきます。まずは四分音符から、ワン、ツー、スリー、フォー。八分音符、八分音符の裏、十六分音符。もう一度いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はメトロノームを、拍の裏側にとって、叩いていくリズムトレーニングをやっていきました。四分音符、八分音符、八分音符の裏、それから十六分音符ですね、をしっかり、その拍の裏を聞いてしっかり感じながら叩くことによって、裏を感じて表をしっかり、叩いていく。そして、拍がしっかりそこで安定してくると、すごくリズムの流れも良くなってくるので、この裏で聞くトレーニング、しっかりと、やっていければリズムはグッと良くなるかと思います。ぜひ、根気よく試してみてください。このチャンネルではドラムのスキルアップをするための知識や技術を分かりやすく、お伝えしています。この他にも、フィールドミュージックスクールの講師陣による、デモ演奏など盛りだくさんの内容が、このチャンネルにはありますので、ぜひ他の、動画も見て参考にしてみてください。そして、この動画が、少しでも、参考になった、ためになったよっていう方は、ぜひ、チャンネル登録、それからグッドボタンよろしくお願いします。そして何か、ご質問などありましたら、ぜひ、コメント書いていただければ、嬉しいです。では、また違う動画でお会いしましょう。さよなら。